ルノートラックスとは、フランス、メトロポールドリオンのサンイコールプリエストに本拠を置く自動車メーカー。商用車と軍用車両の製造を行っており、もともとはルノーの一部門であったが、2001年にスウェーデンのグローバル自動車メーカー AB ボルボによって買収され、現在はボルボグループ企業となっている。1978年の初めから2002年まで、正式名称は、 ルノーベイクルエンドストリエルであり、1992年から1999年まではルノー VI であった。また1999年まではバスの製造も行われていた。1894年、自動車製造会社マリウス・ベリエを起こしたフランス人企業家であるマリウス・ベリエは、この年エンジンの開発を行っている。開発されたエンジンを元に1906年、 ルイルノーに対し自動車製造を依頼しており、このエンジンを搭載したトラックとバスの製造が行われている。翌年の1907年にはベリーエ自身で車両製造も開始し、トラックの製造を行っている。1956年にルノーブランドとしての商用車製造を中止しており、 ルノー商用車部門の子会社であったソムアラチールをまとめたサビエム社を設立しサビエムブランドとしてトラックとバスの製造を行っているまた小型商用車はルノーブランドとしての製造が継続して行われている1975年国有企業であったルノーはフランスの産業政策によって当時ミシュランが所有していた自動車メーカーシトロエンの子会社で トラックとバスの製造業者であるベリエを買収。1978年にサビエムとベリエが合併し、ルノー・ビークルズ・インダストリーズへと名称が変更されている。1971年にサビエムはパリに拠点を置くユーロトラック開発グループ、またはクラブ・オブ・フォーと呼ばれた欧州における大手トラックメーカー4社による共同開発グループに参加。 この4社はサビエム、ボルボ、ラフ、マギルスドイツから構成され、1975年以降、この共同開発によって生まれたモデルは2001年までサビエムによって製造が行われている。またこれらの車両はマックミトイコールライナーやマネージャーとして北米での販売も行われている。1980年に再びルノーブランドとしての販売が行われている。 2002年に社名をルノーシックスに変更。1997年、ルノー VI はフィンランドのトラック生産者であるシスオートと協力協定を締結。2002年、ルノーシックス社は中国の東風技車とエンジンの製造契約を結んでいる。ルノートラックスは FIA 欧州トラック選手権に参加し、13000cc のドキシー13エンジンを搭載した。 ルノープレミアムを走らせており、ルノートラックス MKR テクノロジーチームは2010年に総合2位と4位の結果を残している。2001年、アービはルノーからボルボグループに売却され、2002年に社名をルノートラックスに変更。2017年にボルボグループは軍用車部門ルノートラックディフェンスの売却を撤回し、2018年にアーキュスに解消した。 1996年に行われた民営化後、ルノーのリストラの一環として、バスとトラック部門の売却が行われた。1999年に、カローザバスとコーチ部門を、ルノービークルズインダストリーズから切り離し、フィアットと合併したことにより、ベコのバス部門である、イリスバスとなっている。2003年にイリスバスは、イベコの完全子会社となり、ルノーで扱っていたバス車両はべて、 イリスバスブランドへと変更が行われた。2001年1月2日に、ルノー VI がボルボに売却されたことにより、2002年、社名をルノートラックスへと改名2012年12月、最終的にルノーはそれまで保有していた、ボルボの株式のすべてを売却した。ルノー T ロンドンで稼働する、ルノー C コンクリートポンプ車、ロングディスタンスユーロ6コンストラクションロードユーロ。 6ディストリビューションユーロ6ベイクルユティラテアーズ、ユーロ6ルノーマグナムルノーシェルパ。ありがとうございます。